木曜人生劇場天知人。こんばんは。はい、木曜8時木曜人生劇場天知人のお時間がやってまいりました。ありがとうございます。この浅草橋鳥越神社前のスタジオよりコロナ対策をしっかりして生放送してまいります。しっかりコロナ対策してますよ、はい、演者スタッフの検温、換気は50分に1回、番組入れ替え時スタジオ内すべて消毒してます。除菌機器を導入して鳥越アリーズ FM のスタジオは窓があります。緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があるとは思いますがご理解ください。よろしくどうぞ。はい、ありがとうございます、ね、月に1回いかがですか。もう早いね、一月早いよ、一月。もうあと次はもう12月、次は12月もう終わりですか。そうですね、早い。11月はどんな、10月どんな感じでした。いや本当に早い、多分質問されるだと思ったんだけど何やってきたのかなと思って、本当に早いですよ。あ、それぐらいに早い感じですね、ありがとうございます。あ、質問されるだろうと思って考えてきてくださってありがとうございますね。そうですね、こうやってなんかね、きっとこういう風に来るんだろうなと、ね、考えてから来ていただくって本当にありがたいなと思います。いやいや、ありがとうございます、ね、皆さんいかがですかね。10月、ね、あの暦的な感じで言うとね、あの今ギリギリ10月な感じで、もう少しすると11月に切り替わって本格的にね冬の木が立ち上がる感じなんですよね。変わりますね。はい、コメントも早速いただいております。バッチリですよ。尾藤さんありがとうございます。あ、吉田さんこんばんは、ありがとうございます。オーナーさんありがとうございます。今日も予告見て楽しみにしておりますって、ありがとうございます。はい、そして宮本さんありがとうございます。こんばんは、今日ぶっちぎり申し込みました、よろしくお願いします。ありがとうございます。いろいろね、そうですね、ぶっちぎりセミナーっていうのやってるんですよ。うん、それも知ってるし、来月は12月またあるんでしょ。12月また大会が、第2回目の大会、第2回目の大会があります。そうです ね、もうねこれからなんですよ。私はですね、あの時期によってこうあって、ピークが、仕事のピークがあってですね、この11月からこうちょっとね2月までがピークなんです。マネージャーさん大変だね。そうですねマネージャーさん大変です、めちゃめちゃ今。そうですね、去年がね、去年のパーティーの、今年はちょっとあの絞ってて、なるほど、はい、去年のパーティーの半分の人数を定員にしてるんです。あ、そう、うん、ですから楽だとおっしゃっていました、昨日いたらですね。ああ、もう去年に比べてすんなみたいな感じで、あの心強いことをおっしゃっていただいていて、はい、前回はね、あの12月のその4日のパーティー、100人ぐらい集まってね、パーティーに、はい、終わった後のその懇親会、居酒屋さんの懇親会でね、こう皆さんお一人ずつこうお話をしていただく場があって、でまあ流れで田中マネージャーの番も回ってきて、田中さん泣かれたんですで、ありがとうと、もう終わったっていう、このもう安堵感だと思いますよ。責任感だね、すごい。しかもあの時ってね、100人だったっていうのもあってですね、ね、あの私がこうね前に出るから、だからもう逆に言うと動く人はもう田中さんが中心で、ですからね、私も一緒に何かこうね、こう前に立ちながら一緒に何かっていう感じだったらよかったものの、あの時は完全に 100% 田中さんにドーンって乗ってたから、それ終わったらね、でもそれもあるし、また周りの人もね、あの田中さんを一生懸命サポートしてたから、そうでした、よかったんじゃないですか、そうですね、もうありがたいなと思って、そう、あ、コメントどんどん来てます、ありがとうございます。あ、星野さんありがとうございます、いつもありがとうございます、楽しみにしておりました、楽しみにしていてくださってありがとうございます。あ、
浅野ゆかさんありがとうございます。パーティー楽しみ、司会をしていただくんですよね。覚えてますか、首にこうやって。はい、覚えてます。はい、ね、ありがとうございます。そう、パーティー楽しみっていうことでね、私司会やろっかっておっしゃっていただいてありがとうございます。もう一番前の席だった、ね、一番前の席だ。そうですね、ありがたいです。そして、あ、今村さんもいつもありがとうございます。今日も楽しみですと、今日は楽しみに、楽しみですという言葉が今日普段よりも多いですね。ありがとうございます、はい、ね、確かにそうですね、紹介の画像を見たらそう言いたくなりますね。ねえ、そうですよね。そう、11月の19日ね、サブローさんも、あ、今日サブローさんって言ってる、ありがとうございます。いいですね、スタートダッシュ、はい、もう調子いいですよ。そう、サブローさんもね、去年もに引き続き今年もありがとうございます、お越しいただきましてね。そんな中ですよ、今日ほらサブローさんってちゃんと言ってるでしょ、これ貯金箱変えました。溜まるようにありがとうございます。そしてね、前回前回が確か私ノーサイフでスタジオ入りして2回やったんですね。それで先ほどですね、楽屋で2回分入れさせていただいて今日来ております。やっぱね、油断は禁物やね。1回うまくいったからってね、もう今日はちゃんと保険でですね、しっかりと小銭入れ持ってきてます。はい、ね、どんだけでも。あ、今日あれですね、ゲストさん、もう先に言うとですね、鳥小屋ずる FM でご活躍の、ね、ずる FM 以外にもそうですね、ラティーノさん、はい、ライブ配信ラティーノさんが今日は来てくださいます。で、さっきね、楽屋でちょっとおっしゃいましたよね、ラティーノさん、うん、僕も三郎さん、長沼さんって読んだら500円ってことみたいな感じで、自分からそういうふうにおっしゃっていただきましたということでですね、はい、このルール、この後、ゲストに来てここに座られた時から適用しますんで、はい、今ですね、楽屋で聞いているラティーノさんに次ぐ財布持ってくるべしみたいな感じですありがとうございます。あ、コメントありがとうございますね。いよいよパーティーですね、ありがとうございます。そうですね、ね、北はね、秋田から、そう、そして、南沖縄からという感じで、北海道はね、うん、今回は北海道は、はい、っていう感じで、来ていただきます。そして先ほど今このパーティー参加者のフェイスブックのグループを作ってて、こう皆さん交流しやすいようにって言って、で今日この浅草橋に来る途中に一つ私も投稿をさせていただきましてね、うん、はい、とことんっていう言葉を1回2回3回4回4回5回かな4、5回1個のこの投稿の中にとことん4回から5回入れたんです。はい、とことん楽しみ、とことん弾け、とことんおもてなし推しみたいな感じで、とことんとことんとことことんみたいな感じで書かせていただきました。どういうこと？とことんやるわけ、ね、とことんやりますよ、もう皆さんね、はい、パーティーにいらっしゃる方たち、はい、一次会から、私はですね、段取りとしては4次会までセッティングしておりますいかがですか？タフだね。タフでしょう。そう、三郎さんもだってあるでしょ、バリバリ現役でお仕事なさってた時も4次会なんてへのカッパだった。まあ、カッパまでいかないけどまあね、うん、もうそういう時代でしたからね、うん、そうでしょう、うん、今逆に少ないんでしょ、うん、2次会行かれる人たちは。そうね、うん、そうね、うん、ですからね、もうはい、皆さん時代と逆行しましょう、うん、はい、その勢いが来年にという感じで、ね、せっかくね、いろんなところから皆さん来ていただきますから、そう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 、もうとことんという感じで、私も最後の最後までと言いながらですよ、シンデレラですから12時に帰ります。はい、だから皆さんね、ご安心いただいて、あ、そうは言っても12時には帰るんだっていうのは安心していただいて。どうしてかというとですね、次の日朝7時からズームがあるんです。私も毎週日曜日はね、ズームって決まってましてね、それで今それさせていただいてるから、それはやる予定ですよ。あ、19日土曜日か、19日土曜日なの。そう、どんな時もね、そう、予定をしている日曜日のライブ配信の時はやってます。あ、ありがとうございます。ヤヒロさん、ありがとうございます。今日も19日も楽しみです。いろいろと企画してくださり、ワクワクと。ありがとうございます。はい、4次会まで行くということで、ありがとうございます。かゆみさん、ありがとうございます。チャリーンって。チャリンまだです。ありがとうございます。そして、ありがとう。あ、ゆかさん、4次会まで出る。言うと思いました。ありがとうございます。
はい、4次会はですね、モータウンハウスに踊りに行きます。はい、一緒に行きましょう。ありがとうございますという感じでですね、あとそうだ、一つ連絡事項がありましてね、はい、皆さん、公式手帳が毎日のようにすごくこう今出ててですね、うん、おかげさまであとね1400冊ぐらいでもう完売になります。で、今のところは増刷の予定は考えてないです。うん、それでもしね、なんか教えている先生をやっておられる方とかだったらちょっと多めに持っといた方がいいかもしれないねという感じです。はい、皆さんのペースでって感じ、私の予測だと12月31日にはっていう感じのイメージでございます。はい、なんかねすごいみんな早いね、今年もペースが早くてだんだん早くなるんじゃない、だんだん早いです、ね、年々ね、年々ね、いいことですね。ありがたいです。もう皆さんのやっぱり内容が充実してるからじゃないですか。ありがとうございます、そうおっしゃっていただいてね。そうなの、なんか早いの、皆さんがね多分使い倒してくださって、それもあるね、でやっぱりこう使ってる人がこう運気上がってね、すごく上手にいろんなことやっておられたら、ね、それってみたいな感じになっていきますからね。ありがとうございます。ありがとうございます。今村さん、キッポーパーティー皆さんにお会いする、ますます楽しみでワクワク、ありがとうございます。かゆみさんもおめでとうございます。ありがとうございます。おかげさまで皆さんのね応援のね賜物です。ありがとうございます。でね、皆さんどうですか、こう売り切れちゃったものを持ってる時ってなんかすごいやったーってなりますよね。優越感大事ですよ、選ばれた人みたいな感じになるでしょ。はい、そんな感じでですね、もう多分やんないけどやろうと思ったことがあったのが一個あって、手帳にナンバリングしようと思った時はあったんですよ。ちょっとまたこの先いつかやるかもしれないね。今のところね、リファレンスナンバーね、そうナンバリングするともう自分だけのっていう感じがあるでしょ。実はそういう案はね結構前から出てて、まあそうは言いながらですよ、するにはねコストがかかりますから、コストとの兼ね合いとね、いろんなのを見た上でですよ、ナンバリングね、あなただけの、私だけの手帳ね、やっていったらななんて思っておりますということでですね、今夜も8時50分までお届けしてまいります。この番組は人の人生はためになるをモットーに、各方面で活躍されているゲストの天地人に迫ります。自分らしく生きるヒントや苦難を乗り越えるコツ、チャンスをつかむ方法を引き出して、視聴者の皆様に気づきと勇気をお届けいたします。鳥越あずり FM 公式ウェブサイトにて映像付きでご覧いただきます。では皆さんにはこちらをご覧いただきましょう。はい、ラティーノさんです。おはようございます。やっぱりやっ
いや夜だけどさ、あの YouTube 見てる人は朝見るかもしれない。そうやね。そうですね。いやなんかね、楽屋で、はい、その水は分かったんですよ。うん、その白いのなんだろうってずっと思ってて、あ、この人健康志向で、そういうのをよく取っておられるんだと思ったら、ヨーグルト。そのためだけに買う。そのためだけに。これ1回だけのために。うわえ、そしたら今日も朝ここに出られた時も。今日2本目です。2本目。午前中ね。午前中に。はい、これはうん、ほらパッケージ外さなきゃいけないじゃん。そうね。でライブ配信の時は使いましたんです、カラーを、うんうんうん、パッケージそのままでいいんで、これもアズリのために毎日毎週1本飲んでます。アズリのために毎週1本飲んで面白すぎますね。そうですか。今日ね、私もそうやって言われたらね、その出た社長がね、おはヨーグルトだったなと思って、はい、私もね、さっきちょっとまたジャケ買いしちゃったんですよ。ジャケ買い、ジャケ買い、うん、ジャケ写真集めてほしいですよ。そう、ジャケ、さっき教えてもらいました、うん、はい、全部写真撮ってますって言ったら、うん、写真よりもいいことあるよって言ってね。やっぱりジャケでね、こう一覧で1ページで見せるのがやっぱファイルがいいんですよ、ね、これ切るとね、切ってファイリングする感じに多分これからなると思います。そうそうそう、ありがとうございます。はい、あの回しもんではないです。めっちゃ宣伝しちゃった、うん、パッケージ焦って言われてるのに。ありがとうございます、だってヨーグルト、ヨーグルト言うからね。そうそう、アン先生といえばペヤングですからね。ペヤングと阪神とドリカム、ドリカム、はい、いっぱいだな。そうそうそう、はい、そうの会社の名前、うちの会社の名前ドリカムのファンクラブの名前なんですよ。あ、そうなんですね、はい、こっそりありがとうございます、しまってきます。あ、これ袋、あのアズリさんの袋です。アズリさんのグッズ販売、グッズ販売、はい、あ、プロレス行ったんですか。ありがとうございます、まあ、そんな感じでですね、はい、今日ね、もしかしたらというか、うん、あの初めてね、え、何この人って、ね、何人、初めてで、ね、ちょっと今刺激が強めな方もいらっしゃると思います、はい、あの自己紹介をしていただきます、ありがたいです、はい、文京区でね、一応レンタルオフィスをやってますラティノです。よろしくお願いします。これってこれ、工藤静香です。工藤静香と来た、関係ないんですけどね、何にも関係ないんですけど、面白い、このスカウターと工藤静香何も共通点ないんですけど、面白すぎます、はい、いつから始めたんですかこれ。これはですね、ライブ配信やってる時に、うん、まあラティーノですってただ言ってもなんかアクションなんかないかなと思った時に、うんうん、ちょっと後ろでその工藤静香の曲が流れてたんで、その時思わずこれは面白すぎる。それだけの理由です、特に意味ないです。なんでラティーノ。あ、そこれも話すの長いんですけど、うん、僕の尊敬してるプロレスラーのニックネームです。あ、ラティーノヒートっていうね、うん、エディ・ギレロさんっていうプロレスラーのニックネーム。もともとプロレスを好き。そうですね、もうアメリカまで見に行きましたからね、ほんまもんですね。はい、レッスルマニア行ったんですけど、うん、あずいのちょっと行きそびれて、すいません。あ、そっちね。あ、そういうことですね、はい、ありがとうございます。あ、コメント来てます、ラティーノさんのボケをスルスルあんちゃん。ありがとうございます。いや、まだボケてないと思うんですけど、ね、いや、どこにボケを教えて。ボケてないですよ、はい、そうね、ありがとうございます。 TikTok 師匠さんこんばんはって、カニさんから ありがとうございます。ありがとうございます。そう、今 TikTok にハマってまして、その格好はそもそも何なんですか。うん、一応サイヤ人ですね、あのドラゴンボールの一応、まあ、ベジータが着てる服なんですけどね、うんうん、はい、ベジータが、そうなんです。ああ、これで戦闘力を見るんですよ、うん、戦闘力、あ、ちょっと私の戦闘力見てください。急に来たな。はい、じゃあ、戦闘力いきます。ラティーノチェック笑っちゃう。アップにすんなよ。そう、アン先生の戦闘力、はい、あ、かなり戦闘力があります。多分この人はですね、はい、あくまで勘ですよ。勘。ドリカムとか好きなんじゃないですか、ね、さっき言った。さっき言った。ペヤングとか好きそうな。当たりです。当たってますよね。映ってますから、ちゃんと。もしかして、もしかだけど、救世企画とか結構詳しめじゃないですか。あ、え、なんでわかるんですか。出てるから、表示されてますから、はい、ですか。怖い、はい、怖いですよ、これ。当たりますね。当たるんですよ。ありがとうございます。すごいね、ちょっと今公式手帳のちょっとあの商売の棒、これは邪魔なあれですね、このスカウター。ダメですね。あ、大丈夫です。こっちよりもスカウターがね、はい、当たっちゃったら困っちゃいます、うちの商売が。今日はアン先生が紫着てくると思って、紫のスカウターして、うん、さすがです、はい、ありがとうございます。え、どんな色のバリエーションがあるんですか。そう、3色あります。すごい。会社用、自宅用、持ち運び用ってありますから。すごいね、はい、
オラナジェの3つ面白すぎる、はい、ちょっと今コメント来てますよ、ありがとうございます。イヤホン、ん、イヤモニのことですか。あ、イヤモニのことなのかな、うん、あとそばで見るのは慣れたけど画面越しで見るとウケる、ありがとうございますそしたらですね、画面越しにはい、ちょっと今見ていただいてる皆さんにの戦闘力ちょっと測ってもらっていいですか。いや、多すぎるでしょ。多い、あ、来た、あ、もう来た、今抜けた、多すぎるよやるでしょ、この振られたら、振られたものはやるでしょ。届かないんですよ届かない見え、老眼だから見えない。はい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 、元山さん、うん、元山さん、うん、じゃあちょっと元山さん画面に向かって真ん中真ん中の画面で真ん中の、はいはい、ラティーノチェック元山さんね、おそらくこの人髪の毛緑です。ありがとうございます。当たりでしょ、それしか見えないから。当たりでしょ、ありがとうございます皆さんどうでした、ちょっとドキュンときました。ドキュン、刺激強みでしょ。刺激強みです、はい、今日もし寝れなかったら全部株式会社小柳にダイレクトメッセージでお願いします。ありがとうございます。そうですか、そうですか、もう聞きたいことだらけなんですけども、結構うかくやな、もう追求されましたけどね、うん、さっきちょっとちらっとおっしゃってたのが、うん、初めてなの、真ん中に座るの。初めて、初めて、初めて。でもだって2年やってる、もう今年3年目ですもんね。3年目ですよね、はい、初めてだよね。だって場合によってはこっち側座ってますからね、こっち側ってなんですか。あのね、6人お客さんがいたので、こっち側に行ったんで、ね、もう入れないんでこっち側座りました。そうですか、はい、アズリ FM で番組やっておられるんですよね、ラティーノさんね。そうなんです、ね、そう、それ6人も呼んでどうする、すごいねなんであれ6人になっちゃう、かぶっちゃったんですよ。あ、呼んだ人が、そうそうそう、あ、でも一緒に、うん、そうそうそう、来ないって言ってたのに、いや今日来れるっていうか、えどうすか。よかったらね、皆さん、アズリ FM 慣れしておられる皆さん、はい、時間帯、毎週木曜日朝10時、朝10時、はい、それで YouTube では、うん、ラティーノで検索すれば出てきます。ひらがなでラティーノ、うん、ひらがなでラティーノで検索すれば、うん、ほぼ出てきます。これ YouTube も Google も、うんうん、全部出てきます。唯一無二の、言葉なの、ラティーノ、ラティーノで検索で絶対出てきます。一番上に、一番上に、うん、おお、素晴らしい。これホームページある、よく見つけたね、よく見つけたね、うん、そう、ホームページあるでしょ、ショート動画とかね、ショート小さい「い」が入るんだね。そうなんですよ、ね、ショートを、その下のショートを押すとね、うん、YouTube アップしたやつが出てきて、ああそうなんです。スカウターの色が確かに違う、違うでしょ、赤でしょ、うん、青バージョンもあるんですけどね、すごいね、ちゃんと今日紫着てくるって分かってましたんで、さすがです。これネタ誰が考えてるんですか、こんなに毎回毎回私見てますけど。ネタはね、共同で一応考えてるんですよ、うんうん、こういうの作りたいなっつって、うん、でいろんなのをこう、衣装とかも自分なんですよね。おー、一番面白いの何ですか。一番面白いのはこのアカウントじゃないやつですね。じゃないやつだってこのアカウントじゃないやつですね。ちょっとバンナありそうなんで、それはちょっとさっき使ってたんですけど、赤バン食らい、もうすでにバン食らってるんですけどね。バンっていうのは、使えなくなる。もう使えなくなる、うん、せっかくこんなに登録者数増やしてきたのに。ライブバンなんで、うん、ライブだけが今 NG なんですよ。ライブ NG なんですよ、うんうんうん、なんと2038年までライブ禁止。ライブ禁止、それは何、 YouTube ライブ、TikTok ライブ、 TikTok ライブ禁止、はい、何を言ったのか、エッチなこと言ったんですか。いや、そんなエッチなこと言ってないんですけど、うん、多分バトル中、まあ、相手が通報したんですよね、うんうん、僕はずっと自分のおっぱい揉んでただけなんですけどそれはそう、通報とかもありますありますあります。そう、ちょっと嫌がらせ的な感じでね、あるんですよ。ちょっと、ま、負け惜しみじゃないですけど、うん、バトルで負けた相手とか、うんうんうん、あ、そうですか、いろいろあるんですよ、負け惜しみ。そう、それでね、今ってそしたらもう TikTok とかそういったこういうライブ配信は1日の何時間やっておられるんですか。あ、今は基本的に2時間しかやってないです、うん、今はと言いますと、前ポコチャっていうライブ配信やってた時は、うんうん、もう本当1日10時間ぐらいやってた時もありましたね。仕事だ、そう、仕事なんですよ、うん、本当に、うん、それはもうポコチャって毎日ランキングのアップダウンがあるんですよ、うんうん、それを維持するために今日のノルマが達成するまでやるみたいな、うん、ノルマ、うん、そう、それも10時間ぐらいやってましたね。もう寝不足になって、お仕事できないじゃないですか、うん、そうなんですよ。でそれで1回でミスったんです、仕事を、うん、
やばい、100万円間違えて振り込んじゃって、それでちょっとセーブしようと思って、まずいなと、それでポコちゃんをやめて TikTok に移ったんです。あ、なるほど。そうランキングは TikTok はランキングはないんで、うん、そういうのはもう自由なんで。そしたらランキングにある意味こうを上手に使いながら結果を出していった感じ。そうだから毎日ペナントレスと一緒で、うわ、もう今日この数字いかなかったらランクダウン、うん、連続的に上げないとランクアップしてないシステムがえぐいんですよ、ポコちゃんって。意外とえぐい。その分なんかあれコミットみたいな感じだから、ギャラがとか。そうそう、あの時給が出るんですよ、時給が。時給が出るので、ランクが一番下のランクは E ランクなんですよ、うん、SABCDE ってやって、うんうん、E ランクは時給30円かな、30円、うん、で、S の一番上が5500円。5500円、うん、で僕随分幅があるんですね。そうそうそう、うん、僕の最高ランクは S2、うん、S2 で3500円。3500円、でそれプラス投げ銭で入ってますよね。ああ、相手の流す投げ銭。じゃあ S にも1にあるんですか。そうですね、 S1 が3000で3500円で、うん、最高5500円。まで、うん、すごい世界ですね。すごいえぐいですよ、全部これなんですね。そうなんですね、だからそこを意識してやらないと、うん、そのランク上がらないんで。すごいね。どうしてなんかもともとあれなの、これやるって決めたらなんか凝っちゃうじゃない。いや多分本当に好きだったんでしょうね、好きだったとか、まあ好きなんですよ、うん、好きなんですよ、だから好きだからや、その長時間が苦痛じゃないんですよ。あ、楽しいから。楽しいから。えもう2時間経ったのって感じなんです。うん、普通ちょっとライブ配信2時間って辛いでしょ。辛いですね。えちょっと足りないんだけどみたいな、うん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 、朝起きたらもうすぐつけたいですよ。完全に中毒だね。中毒なんですよ、いい意味で。朝起きたらもうすぐつけたいから、うん、もう 服も、うん、あのつけてから着替えたいから。すごいね。TikTok 恋人だ、あ、じゃあポコちゃんが恋人みたいな感じ。そうだからライブ配信も俺のためにあるもんだと思うぐらい、うん、そう大好き。すごい、元からそういうなんか前に出てわーいってやるのが全然ないです。はい、全然もう小学校の時、うん、体育係とかで、うん、みんなの前で体育とか、うん、もうこう見本立てて踊ってやるじゃないですか、うん、あれが恥ずかしくできなくて泣いちゃったぐらい、うん、人前だった。かわいい。あ、そうでしたか、うん、あ、そう、それでね、あの TikTok いろいろや、え、じゃあもう今ポコチャじゃなくて TikTok で、もう今 TikTok、 じゃあ TikTok のライブ配信しながら、うん、ポコチャは動画とかは並べるの。あ、ポコちゃんはもう基本的には掲示板として使ってます。今日何時からあの配信やるよっていうのをこう掲示板で書くだけ。あ、そう。で今は動画を作ったりとか、動画作ってますね。あと自分のライブ配信やったりとか、はい、やってますね。はい、あと私は今ね、あの TikTok 先生っていうぐらいですから、もういろいろとあのアドバイスいただいてやってもらってるんですけどね。そういうなんかサポートも。そうですね。うん、まあ TikTok、 あ、中高年のための TikTok 研究所って。で、これから TikTok 始めたいんだけどどうやって始めていいかわからない人たちのためのサポート機関とかちょっと作りまして、うんうん、まあ、月1回活動して、うん、みんなであの、まあ、サークル的に、やれば、まあ、続けるのが結構難しいんですよ、これって、うんうん、面倒くさいから。そうですよね。そう、だからいかに続けられるかっていう仕組み作りを、ね、まあ、こういうホームページがあるんで、うんうん、はい、中高年 TikTok 研究所っていう。ちょっとそういうこと今おっしゃったようにね、楽しくないと続けられないからね。さすが、いいことを言った。サブロさん、ありがとうございます。あ、サブロさんって言いましたね。サブロさん、はい、言いましたね。待ってますよ、あのちゃんと。なんて言ったらダメなんですか。ん、なんて言ったらダメなんですか。あ、今私はめようとしましたね。サブロさんじゃない方です。じゃない方、ね、じゃない方を言うとダメなんです、ね、はい、そんな感じですね。あ、そうですか。それで今ね、その TikTok 研究所、私もあのもう年間でっていう感じで入らせていただいていましてね、そう、まさかね、中高年がっていうタイトルのチームだとは私もつゆ知らず。いや、あの別につけなくてもいいんですけど、やっぱりその中高年の人って、うんうんうん、本当手取り足取り教えないとできないじゃないですか。そうですね、うん、だからそこが少人数制で手取り足取りできる仕掛けにしてるんで、うんうん、まあ、いちいち何度でも同じことを聞いてくださいと。あ、もう何回でも同じことを聞いてくださいと。あのよく若い時僕は言われたら、一回教えたんだけど一回で覚えられてる、うん、絶対無理だから。うんうんうん、何回も聞いていいんですよ。何回も失敗していいんで、うん、
まずやる、やって動画を作ってアップする習慣づけから始めましょう、うんうん、そうですね。どういう目的の方が多いんですか？TikTok って、うん、僕みんなやった方がいいと思うんですけど、うん、やっぱり今まではテレビに出る、うん、ラジオに出て、うん、それで仕事を PR するっていうのが今までなんです、うんうん、でもこれからは自分発信なんですよ、すべて、うんうんうん、自己発信、うん、自己プロデュースの時代なんですよ、うん、で TikTok って1円もお金かけずに宣伝ができるんですよ。そうね、でしょ、そうですね、うんうんうん、で例えば今だったらダイレクトメールを、うん、印刷して大量にばらまくじゃないですか、うん、そうですね、で1万枚は配って10件くればいい方ですよね、うんうん、だけど TikTok は誰でも動画作れば200通は再生上がるんですよ、うんうん、でもそれが TikTok のレコメンド機能っていうのはこの情報が欲しいところに行くんですよ、うん、AI が判断して、うん、だ興味のある人に200件行くんですよ、うん、でちょっと無駄がない、ね、無駄がない、でちょっと内容が良ければそれが1000件だったり1万件になるわけなんですよ、うん、だからこれはやった方がいい、商売やってる人とか、まあ、そうですね、ね、でそのまあお金目的商売目的もあるけどやっぱ人とのつながりが増えるのが一番いいと、うんうん、出会いですね、出会い、うん、だから中高年とか高齢者とか、うん、なかなか外出なく、うん、まあコロナでね、うん、出れない人が、うん、家にいながらしていろんな人とつながれる、うん、素晴らしいと思いますよ、うん、そうですね、つながれるんだ。僕ね入院してた時に去年入院したやつ、うん、1週間おうおうおう、はい、暇なんですよ、うん、そうですね、コロナの見舞いも来てくれない、うん、そうですね、で見舞い来るのも気使うじゃないですか、気使うね、こっちも気使うし、うん、だけどライブ配信してるともうあっという間に時間経つんですよ、最高やね、で向こうも、ね、気使わないで話しかけてくれるよ、こっちの都合でつけてるからで お見舞いもらったりするんですよ、アイテムとして、あーすごい、ね、もっと気にしていたいって言う楽しいね。そう、楽しいでしょ。入院してお金もらえるでしょ。そう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 。見舞い金どうぞみたいな。入院出ちゃう。出ちゃうね。そこまではさすがに、そこまではちょっとね、もう寿命に関係あるやつだから。ああ、そうかそうか。そう。だけどそういう暇つぶしっていうのには持ってこいだと思う、うんうん。中高年より高齢者の方がいいね。そうですね。高齢者か。そう。あの80歳の人とかやってますから、うん、普通に。え、そう、僕の最高年齢、うん、リスナーさん80歳、うん、一番下は小4、うん、小4見に来る人は、そう、はい、そう、80歳だって、80歳、うん、あれいた、ここにも、あ、ぜひぜひやられるといいですよ、やられるといいですよあの見る側でもいいんですよ、うんうんうん、まずは見る側から始めて、でこれからじゃあ今度自分がって、でも、うん、あのね、ここの40代の人が一番多いですよね、実はね、40代がね、だからその80代の人ってやってる人いないから目立つんですよ、うん、逆に、あ、そっか、そう、めっちゃ目立つね、すげえなってなるんですよ、おお、でしょ、うん、なるわ、すげえ頑張ってる、うんうん、使いこなしてんなってなるんですよ、うん、リスペクトですよ、そうね、そう、はあ、そうだね、そう、だから、うん、ハンデがある人とかもやってるとそれでめっちゃ再生回数上がってるんですよ、おー、そうだね、だ一番普通の人がダメなんですよこの世界では一番普通が、普通が一番ダメなんですよね、あ、普通がか、うわ、どうしよう、これアンセス普通じゃないから大丈夫です、いいんですか、私大丈夫です、ありがとうございます、認定してもらっちゃった、認定してます、ありがとうございます、そうですか、ね、どうですか皆さん、ちょっとあの先週前回もね、野田姉も強烈で、野田姉来たんですか、野田姉が来たんですよ、先月末、そう、濃いでしょう、うん、濃かったんですよ、空気がね、うん、もうここでサックス吹いて、おー、すげえな、でこれだけのために来て、なるほど、夕方来て、うん、で今日6時15分でしたよねってメールが来て、で早く着いちゃったから今カラオケで練習してるって、カラオケでサックスの練習してたんだってすごいな、で来てここでやって、うん、で思ったよりも重かったよとか言いながら、でしょうね、そう、それで来てくださって、でもうね、帰りも宅で、ね、東京駅まで一緒に行って、すごいすごい、でもそのままもう電車乗って帰っていただいてみたいな感じで、強烈だったね、あの人も、あの人は強烈です、ね、ちょっと、いやもういい勝負ですね、いや、いい勝負ですか、足りそうったらどうしちゃうのこれ、いや、野田ねと比べたら地味です、あ、そう、はい、そうきました、はい、ありがとうございます、そうか、そう、今度ね、あれなの、ラティーノさんも
11月の19日のパーティーにね、はい、来てくれるんですよね、はい、ありがとう。実は去年の12月9日、うん、4日の時もいらっしゃってた、はい、行きました、普通の格好でしたね、あの時。あ、普通、そうそう、だからどんな雰囲気が分からなかった。あ、そっか、この格好で行ったらまずいのかなと思って。いいよいいよいいよ、いいんですか。もう次はもうこれで。本当ですか。はい、あの結構じゃあ今日みたいにジャケット上羽織って余裕余裕余裕いきますよ。そうですね、はい、ちょっとね前回はねかしこまっとった部分があったんですよ。で今回は、うん、フランクです。あ、本当ですか。結構フランクな感じでやるもんでね、うん、でよかったらね皆さん、ご覧になってる皆さん、本物来ますからはい、本物来ますからね、わからんかったら何でも TikTok のことでも聞いてもらって。そうですね、ただちょっと一個だけね皆さん気をつけた方がいいと思うところがあって、もうねちょっと喋ったらすぐにライブ配信されるからネットに顔がさらされます。あの配信していいですかね。あ、もうね、ちょっと来る人たちがね顔出しがかっていうのもあるかもわかんないんで、ちょっと事前に、あ、いや、なんかすごい今ハートがめちゃめちゃ立ってるってことは来る人たちがいいわよっていうサインだと思います。はい、でよ、最初に始まるときに今多分司会してくださるゆかさんご覧になってると思います。はい、ライブ配信する人がいます。OK でしょうか。あの方周りに行くと、はい、映りますっていう。だから一緒に TikTok 動画撮りたいですね。うん、そうね。当日。いいですね。いいじゃないですか。その TikTok 動画撮りましょう、一緒に。ガンガンライブ配信して。ね。TikTok で皆さん、ね。今 TikTok でライブ配信できるのに今ミルダブっていうアプリで配信をしてます。何それ、ミル？ミルダブっていうアプリでちょっと今はTikTok ができないんで。ミルダブっていう。そう、カラオケさっき歌えたやつ。あ、カラオケのね。カラオケ機能がついて。すごいですね。ですか、面白いね。ちょっとねいろいろとねやっていきましょうね。ありがとうございます。あ、来た、ゆかさん、ありがとうございます。はい、ライブ配信のことを一言言います。あ、ゆかさん司会するんですか。そう、今おお、知らなんだ今ありがとうございますね、ありがとうございます。ゆかさんね、ちょっと打ち合わせで近いうちご連絡いってさせていただきます。で、あとありがとうございます。あ、オーナーさん見ますって来てる、ありがとうございます。そう、それで今TikTok 研究所に来てる人で、どんな人たちが集まってるんですか。あ、ね、まあ、私以外に、そう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 、うん、ね、議員さんとかいるんです。議員さん、そうそう、江東区の議員さん、うん、うん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 、そうで、三木ゆるきさんっていう、結構さんまさんの番組とか出たことがある。あ、もともとそういうテレビの人。そう、テレビの人じゃないんですけど、うん、元ギャルのさ、うん、もうギャルというか元ヤンって言うんですけどの議員って珍しいんですよ、うん、で、まあ、その人もポコちゃんで知り合ったんですよ。ポコちゃんで知り合った。そうそうそう、うん、でラテオさん TikTok ちょっと教えてくれないって言って、うん、で教えて、でも教えたんだけど、うん、やる暇がないから、うん、もう撮影から編集までやってよって言って、今僕撮影編集やって、うん、うわー、すごいね。出張でやってます。出張で。そうなんですよ。そう、もうあれ企画も一緒に考えてみたいな。タイトルだけ考えてもらうんです。タイトル、こういうタイトルやりたい、うんうん、じゃあその内容をちょっとこういう感じで喋ってくださいって言って喋ります、うん、そうね、やっぱりテーマね決めてもらわないと、本人がどういうのやりたいかっていうのを尊重して作りたいなと思って、うんうん、どんなテーマなの。え、議員さんが TikTok するんだったら、ね、今はそのやっぱりまあシングルマザー、もともとシングルマザーで困ったあげく、うん、じゃあ私が議員になっちゃってなった人なんで、うん、そのお母さんよりなんですね。で、うんうんうん、今頑張ってるのはその赤ちゃんポスト、うん、赤ちゃんポスト、そう、熊本に1件しかないですけど、赤ちゃんポストを東京にも持ってこようと、うん、要はほら、いろんな事情で子供をね、うん、捨てなきゃいけない、うん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 、で殺しちゃう人もいっぱいいると思うんですけど、それだったら、うん、そうポストに、病院ポストに入れてお願いします。そういうのが熊本あるんですよ。そうで、やっぱりね、今ただでさえ少子化なのに、うん、やっぱり一人の赤ちゃんというのが青年なんで、うんうんうん、少しでも救いたいじゃないですか。そうです、ね、だからそういう活動をね、これからもっと力を入れていきたいってんで、でそれを応援しましょうということでやってます。あ、すごいですね。そう、そういうのも、ね、それはその自分発信していかないと分かんないですよ。あ、そうですか。あと他にいろんな人がいる。あとはですね、うん、誰だっけな、あと整体師の人います。整体師の人、整体師、ちょっと催眠術っぽい感じの、うん、僕もね受けたんですけど、交渉でしょってことで、うん、その暗示かけてもらって、うんうん、まあ、それで、まあ、決勝まで行けたんですけど、うんうん、まあ、自己暗示催眠がかけて、うん、それを録音していいんですよ。それを毎日聞いてくれて、うん、それでモチベーション維持して、うんうんうん、そう
すごい。そういう方も TikTok やって。どんな話するんですか。それね、最初は僕と同じような感じの、うん、ちょっとマーベル寄りのね、うん、やってたんですけど、うん、なんか再生が全然回んないんで、最近あのバイク乗ってます。あー、あの人か。あとあと、うん、ヨッピー。ヨッピー、うん、ヨッピーね。はい。ヒーリングね。そうね、あの黄色い服になって一気に。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、コメントツイッターありがとうございます。ついてきましたよ。リカさんありがとうございます。アン先生皆さんこんばんは。旧石器学で相性を見てください。私75年。うん、あー、同い年なんだ。そうですよね、と相手の方と。おー、何、どんなこと知りたいの。相性らしいです。私好きな人なの。付き合ってるの、ね、付き合ってるの。いや、多分好き、気になる人じゃないですか。気になる人。リカさんは多分ね、あ、現在シングルなんで。あ、そう。よく、あ、ファンの人ですね。そうそうそう。ありがとうございます。すごいね。はい、ああ、同い年か、うん。あれだよね。あ、そうだね。気が合うんじゃない？気が合うって。うん、気が合うと思うよ。あと、ま、話もね、なんか似たもん同士だから分かるみたいな感じなところはあると思うんですよね。うん、一方でですね、嫌いになるとめっちゃ嫌になると思います。だってね、だって鏡みたいなもんでしょ。同じ似たような感じの特徴ですから、嫌なところも自分の中にある嫌なところに反応しやすいと思いますし、で、あ、いいなっていうところも自分の中にあるいいなが相手のいいなとして映るみたいなところも強いと思うんですよね。エネルギーのタイプが一緒ですから。だから、あ、いいという時はめちゃめちゃいいし、何この人ってなったらみたいな感じの、うまくいってる時はこう、そうですね、ベクトルが合います。で、ちょっとでもずれちゃうと、おい、ちょっとそこはこうだろうみたいな感じで。そうですね。ああ、同じタイプってそういうとこあるわ。そうね、で、それもひっくるめて大好きっていう風にねなったらねっていうところですかね。いいんじゃない。で、取っかかりは年が同じだったりするとこう共通点があると、ね、進めやすいところはありますよね。わかるみたいなのもありますしね。おー、何、もっとね、どこまでの今関係なのかとか細かくいろいろヒアリングさせていただいたらと思いながら、ね、どんどんバレていきますよ、はい、これね。ありがとうございます。うーん、そうね、なんか恥ずかしくなってきたって言ってます。恥ずかしくなってきたキャー、ありがとうございます。恥ずかしく、2人で言っとくとね、2人ともね、今年恋愛運強いんですよ、ね、強いんだ。強いの、もう来年畳みかけるんだったらもう今年かなみたいな感じだった。突っ込まれるパターンで、じゃあもう自分で聞いといて、一月ちょっとしかないじゃない。もうそうよ、そうクリスマスがあるじゃない。僕のリスナーさんでもう一人続き調べて、うん、ああ、いいですよ、ありがとうございます。はい、今日アンセスさんの番組出るって言ってたので、はいはい、一人がね、うん、1999年、はい、6月11日、6月11日、うん、はい、男性の方が1985年、2月2日、2月2日なんだ。どうも新しい彼氏なので、うん、はい、すごい年下の、15歳、僕も年下の。そうか、しかもシーズン 2.5。 何シーズン 2.5 って。いや、バツ2人でバツ、バツ、それシーズンっていうのね。そうですね、僕バツ1とかバツ2っていう言葉あんまり好きじゃないんで、うん、シーズンはシーズン2。あ、その言い方新しいですね。そうですね、シーズンはシーズン2。1泊と6泊金星、ああ、合うね。ああ、1泊と6泊金星合うじゃないですか。うん、さすが、すぐ反応するとこが。僕は6泊なんで。そうなの、よく分かっておられますね。もうちょっと見ときましょうか。ちょっとその間にちょっと2人でお話ししてもらって、はい、属性は、属性今調べし、ちょっとやりますね全部、はい、ちょっと進行お願いします。はい、はいはい、マン先生が調べてますが、はい、ぜひね、残り時間7分なんですよ。そうです、はい、おっしゃる通り、うん、サブロさん、はい、7分ですよ。あ、サブロさんって言った、はい、いや、サブロさんセーブですか。でもすごいね、もうパワフルで、それでもう、それだってお仕事も成功してるでしょ。いや、そんなことないですよ、もう仕事がね、それだけもうパワフルで、うん、そう、無駄に元気なんだけど、いやいやでも無駄必要ですよ無駄、そう、うん、でもね、この TikTok やって思ったのは、うん、いろんな横こう遠回りしてきたんですよ、うん、全部無駄じゃなかった、うん、まさかこんな無駄なことたくさんしてきたなと思ったら、うん、全てライブ配信で役立ったんですよね、うん、あ、全部、もう無駄があるからね、無駄がなかったらストレス溜まっちゃいますからね、うん、もうそれで倒れちゃいますよ、うん、なんかね、すごく遠回りしてよかったなっていう、うん、なんかもう僕は54なんですけど、54になった時に思ったのは、
右行こうか左行こうか悩むじゃないですか、はい、でも結局行くところ一緒なんだろうと思う、うん、距離が短いか長いかの、もうさっきもおっしゃってたように、うん、先決めないでね、うん、やってとにかく動くことをまずね、うん、肝心だからまず動いてみない、うん、それからね結論出したらいいと思いますよ。そう確かに、うん、だから僕デパ地下理論ってあって、うん、デパ地下でいっぱいこう食べ物って、はいはい、一緒くらいじゃないですか、うん、食べてみて美味しかったら買うじゃないですか、うん、だから何でもやってみるのを、うん、試しやってみて、うん、で合えば真剣にやればいいですよ。そうね、あんやら、うん、ちょこっと食べてます、ね、いやもうその通りですよ、うん、あで出ました、ありがとうございます。そうですね、はい、今のねさっきのあきなちゃん出ましたよ。あきなちゃん、あきなちゃん、あきなちゃん、ありがとうございます。あきなちゃんはね、うん、あれだよね、これ何付き合ってる人、そうもうつけてる人、結婚、結婚してる人、やっぱそこはしないって言ってました。あなんで俺知ってんだよ。どれぐらい付き合ってんの。いやまだ付き合ったばっかり。あ付き合ったばっかり、はい、まあばっかりですね。 ありがとうございます。代弁してるわ。おめでとうございます。これねあれですね、うん、あの、うん、秋菜ちゃんにとってもちろん秋菜ちゃんとこの相手の方はめっちゃ合うの、こうお互いがこう補い合うみたいな感じの関係で、うん、でめっちゃある意味得するのは明菜ちゃんじゃなくて彼が明菜ちゃんと一緒にいるとめっちゃもうあのすごいのよ。だから実はもうねあの私彼大好きでいいんですよ、大好きです。で彼にとって実は明菜ちゃんはすっごいいいサポート役なんですよね。なんか今日話聞いた時そんな感じでした。そんな感じだった、うん、今日報告もらったんです。今日報告来てどうよこんな、あ、じゃあリスナーさんのいろんな事情をよう知っとるんですね。知ってます、あの僕のこともリスナーさんみんな知ってます。あ、え、だってちょっと秋菜さんだって1999年ってことは2022、23歳ってこと、あの男性の方がね、あだ、こっちが男性、そうなんだ、あごめん間違えた、間違えた、こっちが男性か、そうそうそう、逆だ、じゃあそう今の逆で、うん、そしたら秋菜さんにとって相手の人、うん、あちょっと待って、そうだね、秋菜さんにとって相手の人っていうのがもう最強ですね。最強なんだ、最強です、すごい、はい、最強カード引いた、もう自分をね、もうこれはもう掴んどいた方がみたいな感じだね。掴んどいた方がいい、はい、あそうと言いながらですよ、ちょっと秋菜さんの方が強いんですよね。強いですね、うん、抑え気味で、どっちが六泊なんですか。うん、秋菜さんが六泊、秋菜さんが六泊なんですね。これは抑え気味だよ。あでも最大吉報ってこと、うん、最大吉報ってことですよね。いいカード引きましたね、うん、いいカード引きましたよ ね、 いいね。年下は年下でも、秋菜ちゃんがじゃあ天属性ですね。天属性、はい、そう天属性で相手の方がね人属性ですね。最高じゃないですか。ね、ポイントはあれですよ、あのもう立てることですね。私が言うのもなんですけど、どっちを、もうあれですよね、どんだけ年下だとしても6泊が強すぎるってことと、あと年がだって上なんで相当上ですよね。そうですね、ってことはもう余計にね、あの男の人立ててあげないと逃げちゃいますから、はい、男は立ってなんぼですから、立ってなんぼですから。そうですよっていう感じだね。そうだからね、あのいろいろいっぱい喋るの、今喋ってる言葉の数を半分ぐらいにするぐらいでちょうどいいと思います。なるほど、うん、なるほどね、そう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 、そんな感じね。あの何が食べたいって、もしそういう話、ご飯食べに行ったりとかするときにね、私ラーメン食べたいなんて言ったらダメですよ。あ逆に、うん、どこ行きたい、ね、なんか何食べようって思ってるって聞く感じですよみたいな感じ。ありがとうございます。あもう一個来た、ありがとうございます。もう時間だよ、はい、ありがとうございます。そしたらこれ楽屋でこれは、ね、させていただきますね。後で配信でつないでお伝えします、はい、このままつないでおくんだよ、ななちゃん、ありがとうございます。そうだね、9時まではこのまま、はい、楽屋でそのまま、はい、配信はします。ミルダムの方で話します。ミルダムの方で、はい、ありがとうございます。ということでですね、はい、いかがでした、ど真ん中に入ったこのゲストっていうの。いや緊張しますね、真ん中、真ん中緊張する。うん、初めて、初めて、だから正面に自分の顔があるの初めてなのに。そうです、俺いつもだいたい真横でこうやって喋ってるので、うんうんうん、もう見るモニター見ることがないんですよ。 ありがとうございます。なんか鈴木君とたまに目が合うのよ。あ、わかるわかる。そうね、あ逆に言うと私もここに入った、あるわ、あれは出してもらったもんね。そうそうそう、あそうだ、そうだね、横の方がやりやすいでしょ。やりやすい、やりやすい、そうだね、真ん中に来ると何が来る、どの話が来るかって、そうってなりますね。こっち向いたらこっち向いたらしなきゃいけないから、そう、あそれはあるね、という感じで楽しんでいただけたようで、ちょっと新鮮だった今日。ありがとうございます。めっちゃ新鮮だ、
ありがとうございますということで、もっとお話したいところですけども、はい、番組終了1分前となりました。ありがとうございます。はい、皆さんね、リンク貼っておりますからね、うん、ちょっと私 TikTok やろうかなっていう方はですね、ラティノさん、あの検索して DM でも何でも、ね、あのまずは TikTok 見るからでもね、でね、アクセスされると明日は何かが変わるかもしれないみたいな感じでございます。はい、来週の天地人のゲストさんはですね、うん、はい、天地人ファミリーの手相の神崎さんのご紹介で、うん、黒川高代さんにお越しいただきます、うん、どんなこう、ね、キャリアがすごいいろいろある方でですね、一個だけ言うと YouTube で黒川宇宙研究所をやっておられる、うん、もう聞くだけでどんな人が来るんやろってなりますね、ということでお楽しみにっていう感じでございます。はい、ではですね、来週も皆さんにお会いするのを楽しみにしております。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。